こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です今日はタイムマシンを使って儲けると。ね、タイムマシン使って儲かったら、それは儲かるだろうという感じなんですけど、まあ、ほぼね、この言葉通りの、えー、現象はこれから、えー、可能になる予定です、まあ。物販ビジネスでね、儲ける鉄板の戦略はタイムマシン系、まあ。タイムマシン系って何よって感じなんですけど、これはですね、えー、孫さんが 命名したとされるんですけど、アメリカでね、あるいはアメリカじゃなくても、まあ、海外で流行ったビジネスモデルを日本に持ち込むと。それで儲けるという形ですね。で、今普通に日本にあるお店、それから大企業、も全部、えー、タイムマシン経営の成功例と言っていいんじゃないでしょうか。でただね、えー、じゃあこのタイムマシン経営ね、 じゃあ今仮にねすごいヒットしてる商品見つけてやろうと思ってもまあ大体ねそのフランチャイズの契約とか独占販売権の取得あるいはねビジネスモデルのえ日本の展開の許可をもらうには大金が必要です、まあ、とてもねその副業でやるとかねえ脱サラしてお金を借りてやるとかいうレベルの金額じゃありません、まあ、ところが実はね物販もこのタイムマシン経営というのが可能というか実際 物販、まあ、輸入にしろね、輸出にしろ、えー、どっかで流行っているものを持ってきてね、日本で流行ったものをアジアに持っていくとかね、えー、日本で流行ったものを、えー、オーストラリアに持っていく、アメリカに持っていく、まあ、そんな形で儲、まあ、けてる例が多いですよね。例えば今だと、ラーメン屋さんとかね、えー、一風堂が海外進出をね、どん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 進めて最近上場しましたけど、まあ、ラーメンを輸出したと。これは日本から海外に輸出した例ですね。 まあその他もともとね、海外で売ってたイギリス発祥のブリタニカ百科事典、アメリカでも売っててね、なら日本でも売れるかなと、売ったら売れても多かった。ヴィンテージジーンズ。今までえ全然捨ててたようなジーンズがね、アメリカで高く売れるんで、もしかしたらコレクターが高く買うのかなと、やってみたらね、日本でもすごい儲かったと。まあ、そういうふうに、どっかで流行ってるもんを売って儲けると。 いうのが、ねえー、タイムマシン経営、まあ、タイムマシン物販とでも名付けましょうか、えー、いうものですで。実は今まで進めてた、ね、アマゾン輸出も、えー、人が売って、ね、売れたものを、えー、そのまま売るとで、自分でも売れたらそれをどんどん、ね、儲かり続ける限り売り続けるという形でやってきたわけなんですけど、もう日本では、ねまあ、これはすでにほぼ飽和していると。 で、アメリカでもね、えー、法はまで行ってないんですけど、まあだいぶ、えー、以前だったらね、1商品見つければ、その商品だけでね、えー、3年ぐらい儲けられたのが、今や商品によってはね、例えば100均のダイソーの商品なんかは、まあ、3ヶ月ぐらいでもう限度という形になってきてます。まあ、そんな中、オーストラリアアマゾン。まあ、これはですね、えー、何しろオーストラリア人はお金使うの大好き。所得は高い。で、 えー、売ってるものはね、えー、品数は少ないし、気の利いたものはない。で、低品質なのに高く売ってると。な何でも高く売ってますね。ないし人件費が高いんで、まあ。そういう市場なんでね、えー、ここでアマゾンが物販開始したらですね、相当儲かるというのがね、えー、予想されてました。そんな中、いよいよ、えー、今年、アマゾンがオーストラリアで物販を開始する予定です。で、これ、 Amazon に限らずね、えー、ヤフオクでも、えー、ebay でもそうだったんですけど、開始直後は、えー、すごく、まあ、お金を使うの好きな人、所得の高い人が参入します。参入するっていうのは、買い物をする場所としてですね、えー、買います。だからね、高く売ったって文句なんて、まあ、ほとんど出ませんしね、えー、この高いも売れんのっていうもんも売れてきます、まあ。ところが、まあ、どん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 ね、えー、購入者が増えていくと、 それに合わせてね、必需品を安く売るというようなね、供給者も増えてきますんで、売り上げが上がっていくんだけど、客層は下がっていくというようなことが起こります。そんなわけで、ね、オーストラリアアマゾン、ないしろまだ物販開始してないんで、開始したらね、えー、もう何でも飛びついてね、珍しいから買ってみるという方がまず参入しますし、そういう方を取り組むようにですね、アマゾンの方も最大限広告なりね、告知なりで、えー 営業しますんで、これ開始早々はね、相当おいしいと。例えば今、中国商品なんて日本じゃおっかなくて売れませんし、返品の嵐になりますからね、粗悪品なんで,で。アメリカで売ってもね、商品を選ばないとやっぱクレームがつきやすいと。ところがオーストラリアはえと中国の普通の日本だったら粗悪品と言ってるレベルの商品しかないですから、売っても全然問題ないです。しかもね、 中国だと30円で仕入れられるものが2000円とかで普通に売ってますんでね、オーストラリアのスーパーとか行くと。だからね、同じ値段でも便利だからって言って売れるかもしれませんし、まあ、3割ぐらい安くて1100円ぐらいで売ってあげたらね、安いじゃん、便利じゃんって言って、まあ、買われる可能性が非常に高いと。だから大量にね、供給可能な中国商品を送れば、儲かる商品が見つかっちゃう。だと、何よりも美味しいのはね、 まあ儲か,る儲かるっていうか、差額はあるんだけど、ライバルが多くて売れないという商品がね、日本とかアメリカのアマゾンを見るといくらでも見つかります。これね、オーストラリアがなかったら、えーまあ、指をくわえてね、自分も早めに売っとけばよかったなというしかないんですけど、アメリカとか日本で売ってる商品ね、も、えー、かってるのが分かったら、その商品をオーストラリアでただ売ればいいという形です。そんな形で、まあ、オーストラリアアマゾン、かなり期待してます。 ここまでね、わ、えー、かりやすくてで、どうやれば成功するっていうのもわかっていて、えー、取り立ててリスクが、えー、見当たらないというね、プラットフォーム。プラットフォームってのはね、Amazon だね、フォークだね、eBay、楽天なんかのことを言うんですけど、えー、プラットフォームもそうそうないです。まあ、そんな中、Amazon だとさらにね、物販程度どうしてもね、梱包だ、発送だ、連絡だ、クレームだね、入金確認だってめんどくさい作業がいっぱいあるんですけど、 アマゾンの場合 FBA っていう仕組みがありまして、これを使えばね、アマゾンが全部やってくれると。で、仕入れて、商品を決めて仕入れて送んなきゃいけないんですけど、これについてもね、えー、テンバーアカデミーでは中国でやってもらう仕組みを作ってあります。そんなわけでもう今からね、えー、手ぐすね引いてオーストラリアアマゾンの開始を待ってるんですけど、まあ、一緒にオーストラリアアマゾンで設けてみませんか、えー。気になる方はですね、こちらの一番上に。 スクロールを戻していただいて、メールセミナー、ここをクリックして、メールアドレスとお名前を入れて登録するボタンを押してください。無料でオーストラリアアマゾンの、ね、開始情報、私がどういう形でサポートしているか、アマゾン輸出で設けるにはどういう点に注意したらいいか、それらを、ね、無料でお届けします。ご登録お待ちしています。